今2番清水和之は4番岡本博との並走です。清水にとっては昨日と同じような展開となりまして、1番鈴木香織がここは突っ張っています。鈴木香織、岡本博、そして大沢武弘、最強ライン前から突っ張る競争となった1番鈴木香織の先行がどうやら濃厚。残り1周半、3番石田慎太郎は4番手の体勢続けて、2番清水和幸再び5番手に戻ってホームで仕掛けてきました。清水和幸巻き返していって鈴木香織を叩いて先行となるか。2番清水和幸前を叩いて先頭ですが、橋本が追いつに内1番鈴木香織の盛り返し、両者のもがき合いとなって3番石橋慎太郎が今4番手、後方からは5番大沢武弘、鈴木香織の後ろには2番清水和幸、そして巻き返す4番岡本博士が縦足を伸ばしてくる。さあ地元勢鈴木香織、岡本博士、後方からは5番の大沢武弘ですが、岡本博士降臨、2着は1番の鈴木香織か、外追い込んだ5番大沢武弘と並んで入っています。